いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、赤城乳業より2019年12月3日に全国発売したガリガリ君が初めてレーズン味に挑戦します。冬に向けた菓子系フレーバー、ガリガリ君、リッチレーズンバターサンド味、こちらご紹介したいと思います。ガリガリ君、リッチレーズンバターサンド味は、バタークッキー味のアイスで、レーズン&クッキー入りかき氷を包んだアイスバーです。冬アイスにぴったりの菓子系、ラムレーズンに注目し、お土産でも人気のレーズンバターサンドをイメージして商品を開発しました。外側のアイス部には、クッキーの風味を感じていただけるよう、焼き上げたクッキーの香りとバターの風味をプラスし、さらに中のかき氷部にもクッキーとラムレーズンを混合しました。本体価格140円となっております。すごいですね、これ。レーズンバターサンド。もうまた赤城さんが冒険してます。ラクトアイスです。アルコール分は 0.3% 未満のラクトアイス。140キロカロリー、炭水化物は 24.8g です。ラクトアイスで、無脂肪固定分が 3.8%、乳脂肪分が 2.1%、そして植物性脂肪分 1.2%。で、卵脂肪分が 0.2% です。内容量は 100ml です。卵、乳成分小麦となっております。揚げていきたいと思います。お、普通に特になんかキャラメルみたいなのいただきます。少し入ってますね。こう食べ進むとこういう風にレーズンが入ってます。おいしい食感があって、レーズンのでなおかつこれにクッキーも入ってるんで、もうダブルの食感を楽しめます、これはバターの風味香る風味にぴったりなお菓子系かき氷ということだ。おいしい。見てください、レーズン&クッキーのかき氷がいっぱい入ってます。やっぱりね、食感があってね、おいしい。おいしい。評価は4です。このラムレーズンといい、クッキーのかき氷といい、美味しかった。バターのクッキーのこの風味が出てよかった。あとどっちかというとクッキー、外側のクッキー感がもう少し出てるかなっていう気はしましたけど。これ好き嫌い出るからな、このレーズンは。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、カレンダーも見てくればまた喜びます。では。